我々一度は絶対あの人が住めない町になったんで、だから波町の復興って人が住むこととか住めるようになることとか誰でも立ち寄ってくれるってことが復興だと思ってるんで。最初戻ってきた方が高齢者が主だったんで、だからその運転に自信がなくなる年代っていう方がたくさんいます。今回イオン東北様、日本郵便様、朝代様、前任様と日産グループがタッグを組み、そのビジョンの実現に貢献させていただくことといたしました。ナミエスマートモビリティチャレンジに行う誰もが自由に移動できるモビリティサービスや物資配送の実現、そして再生可能エネルギーの利活用によるエネルギーの地産地消などの仕組み作りはその一例となります。例えば車乗れないんで、買い物、それから役場さん、それから郵便局とかそういうところに行くとき大変助かりますね。予約とかね、電話の必要がないので停留所の前へ立てば車が来るということで便利でした。やはり買い物の量によってはね、重くて歩いて帰ってくるの大変だなと思うときにこういうシステムがあればね、ちょっと生活も今までとはね違う形で、その災害とかね避難に備えた買い物もできるかなと思うんで、それはすごく私は期待してます。スマートモビリティがこうなんか実証実験だけにしても、こういうのが本当に実際にあれば、なんか安心して波でこう一生を過ごせるっていうようなあれになると思います。